ばんは、総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、こんばんは、埼玉県川越市でカズナ RC 治療院を運営しております副院長の鈴木由美子です。鈴木さんのカズナ RC 治療院には有名人やプロのアスリートの方もたくさん訪れているそうなんですよね。はい、その通りです。オリンピック選手とかプロのサッカー選手、プロ野球選手もお見えになりますね。で、おととし亡くなられた元横綱の千代の富士、先代の九重親方とはとても懇意にさせていただいておりまして、今も部屋のお相撲さんたちは怪我とかするとすぐに川越まで来てくれています。すごいですね。やはりそれだけ体が資本のプロのアスリートの方が訪れているということは、症状に合わせた施術の腕が認められ、また信頼もされているということですよね。どうなんでしょうか。頻繁に利用されているいただけるだけで光栄なことなんですけども、うちの治療院はやっぱり誠心誠意できる限りのことをしているだけなんですよ。またまたご謙遜をされてますけれども、どんなすごい方がいらっしゃるのか、ぜひホームページで確認していただきたいと思います。興味のある方はカズナ RC 治療院で検索してみてください。それでは参りましょう。岡田真由美の未来相談室、今夜のゲスト、日本歌謡界のビッグスター、国民的歌姫八代亜紀さんです。どうもこんばんは姫です。なっちゃって、いやいや、こんばんは。どうですね、お願いします。お姫様みたいに嬉しいですね、姫なんてね。今日のお洋服もすごく明るい紫で、ね、素敵ですよね。今夜のテーマなんですが、八代亜紀さんの素顔、私は探偵者ですから探偵者だから、はい、八代さんの意外な一面をいろいろと集めてまいりました。よろしいですか、はい、では早速、八代さんの素顔その1、うん、シミが一つもない。あります。秘訣教えてほしい。いや、少ないけど、ね、少ないけどある。今この距離だと全く見えないです。どうですか、はい、シミもシワも、ね、シワそんなないでしょ。シワない。そう、うん、なんかあるんでしょうか。教えていただければと思います。何もないの。何にもないのよ。普通に洗顔してます。洗顔毎日でも朝晩洗顔してる。朝晩をして、うん、朝晩洗顔して、うん、保湿クリームだけ。保湿と何もつけない。エステとかは行かない。どうですか。保湿クリームだけです。私昔この粉吹いてたんで、この辺とかもこう白っぽく、うん、もう何クリームつけても、まあ、夕方には粉吹いちゃうぐらいだったんですよ。それがもうポンポンポンで全然、もうすぐ洗顔で保湿だけで全然大丈夫。なるほど、うん、いいですよ。これでは次の、うん、調査をしてきたんですけれども、調査、ね、うん、はい、周囲からは、うん、怒らない八代と呼ばれているそうなんですけれども、うん、本当いつもこう穏やかで、うん、こう一度も怒ったことがないというのは本当なんでしょうか。うん、怒れないんですよ。怒りたい時ってあるじゃないですか。もうちょっとムカつく時ってあるでしょ。ムカつくのよ、すごく。だけどその人が食事してる時とか、耳のこの辺が動くじゃない、顎が動くの、あ、はい、こう噛む時動くのね、はい、水飲む時動くじゃない、はい、あ、食べないと生きていけないんだなと思う。そこなんですか。そう、みんな一緒なんだって思うの。そうするとね、かわいそうになってくるの。へー。人ね、なんかその人がね、不憫な感じが、そして、ああ、怒っちゃいけないなって思っちゃうの。そっちに行っちゃうの。かわいそうになるの。今、私と真由美さん、口開けっぱでしたね、今。すごく。このムカついた時にね、はい、このムカついた、その人の後ろもあってね、食べてるとか見ても、はい、許せるか、はい、なるほど。許せるか。ちょっとやってみましょう。ぜひ参考にさせていただきたいと思います。やってみて。はい。そして、3つ目なんですけれども、うん、実はですね、はい、芸能界屈指のテレビ通販好きということで、うん、すごいハマったことがあるということなんですけど、これは本当でしょうか。いやいやいや、もうね、
これね、本当にね、ほら、本名で買ってるから、バレるのね、だから言いたくないんだけど、ま、毎日届く。八代さんが電話するんですか？はいはい。私が電話するの。ですね。カウントが出るんですよ、売れてるもの。はい、わかります。あ、それはもういいなと思う。それは、それでする必要ないなと思う。カウントがなくて、一生懸命販売してらっしゃると、分かった、買うよ、とか言ってね。じゃあ洋服なんかでも4色ぐらいあって、うん、残り何個っていう売れ筋がいいのもあるけども、うん、そうすると残り何個じゃない売れてないカラーを選んだりでだからほとんどこの印がついてない色地で5枚全部とか買いますね買ってますね。なるほど、衝動買い通販毎日来ます。毎日届いてます。素晴らしいです。ありがとうございます。参考にさせていただきたいと思います。参考なのも毎日送られてますから、スタッフに。そうなんですね。みんなのスタッフ怒ってます。もう階段に一発んでありますとかダメですとかって怒られてます。なるほど、そうなんですね。すごい面白かったです。ありがとうございます。どうも。さてここで、はい、八代亜紀さんの曲をお聴きいただきましょう。はい、昨年10月の発売になりました、はい、今回ジャズアルバム第2弾、はい、夜の続きから今日は Come to my house。Come on, my house, my house, come on. Come on, my house, my house, come on. Come on, my house, my house. I'm gonna give you some deeds, some grapes, some kicks. Come on, my house, my house, come on. Come on, my house, my house, come on. Come on, my house, my house. I'm gonna give you candy.もう本当またこの歌もかっこいい、すごくね、リズムが、うん、ノリノリで、うん、いいですよね。すごく難しいですよね。そうですね。テンポとかその言い回しとか、うん、結構簡単に覚えられたりとかするんですか？ええ、もう勉強しますよ。うん、ライブ近づくとやっぱり、ね、ずっと勉強しますね。はい。発音がね、発音がやっぱりこうちゃんと合ってないとね。はい、うん、で本番もシャバトの時ありますよ。あうん。あるけど。お客様分かってないと思うよ。ああ、分かってるかな。可愛らしいですね。すごい可愛い。はい。さて、はい、今夜も鈴木さんお願いします。はい。はい、聞いて実践すればこれをほぐしてストレス発散にもつながる聞いて聞くラジオストレッチ。はい、お願いします。今日は先週に引き続き腰痛予防のストレッチをします、うん、で質問なんですけど、はいはい、腰痛の多くの原因は何だと思いますか？腰痛の多くの原因、足を組んでこう斜めにちょっとこうなんつこうだらっと座ってたりとか、あそういうのもあるんですけども、うんうん、実は最近の研究報告では、はい、腰痛の原因の8割が解明されてないんです。原因不明なんです。わからないんですか？なんでかわからないっていう。なぜかっていうと、うん、お医者さんに行くと整形外科とか行くとレントゲン取りますよね、うん、レントゲンには筋肉は映らないんですよ。あそうなんですか。で大体は筋肉から来てる人が多いので、あそうなんですか。そうすると筋肉が映らないからわからイコールわからないになっちゃうんですね、うんうん、それで、まあ、いろんなやっぱり筋肉ってもうお尻からの人もいるし、うんうんうん、腰痛の人は、まあ、背中からの人もいるし、うん、強いて言えばなぜか首が悪いと腰痛になったりする人もいるんですね。いますね、うんうん、で今日はその8割の人の中で、まあ、万人受けになるようなストレッチをご紹介するんですけども、うんうんうん、ほとんどの腰痛の人はお尻がすごく硬くなってるんですね、うん、はい、なので今日はお尻のストレッチをしたいと思います。そうさん今日はズボンですか？ズボンです。あ、よかったです、はい、あ大丈夫です、はい、私だけスカートですね。さあそうしました、うん、椅子に浅く座っていただいて、浅く座るのね、はいはい、で左足の上に右足のくるぶしを乗せます、
右足のくるぶしに乗せます。はい、はい、そうして右手で右膝を押さえます、うん、はい、はい、でそのまんま顔はできるだけ前を向いて、うん、はいはい、ゆっくりお辞儀します。辞儀します、はい、顔は目線は前を向い て、ね、はいはい、10秒間ぐらいギューッと、はい、うん、気持ちいい。でこの時の注意点は息を止めないでください、うん、止めない、はい、血圧上がってしまうので。そうですか、はい、ね、もうできるだけもう無理っていうところまでギュッと、そうするとすごくお尻の筋肉が伸びるんですね。股関節も、そうです、そうです、股関節もいいですね、はい、またね、うん、やっぱり股関節も、うん、固まってしまうとやっぱり腰痛の原因になっちゃうので、うん、そうですね、はい、でこのまま10秒ぐらい、うん、はい、でこれを左右反対側も同じように。気持ちいい、はい、ぜひぜひやってください。本当、はい、お手軽にできますからね。そうそうそう、リスナーの皆さんもね、ぜひね、うん、今日からやってみていただければと思います。はい、さて八代さんからお知らせがあります。はい、3月9日金曜日、東京ホクトピアでコンサート行います。ホクトピア待ってます。はい、これは詳しいことはホームページの方に記載されてるんですよね。はい、そうですね、はい、ぜひお願いします。はい、今日のゲストは八代亜紀さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。寄り添います、あなたの未来に。夫婦問題や離婚、結婚、子育て、介護問題と現代人が抱えるお悩みを少しでも解決できればと、去年5月に誕生したのが私も理事になっています、一般社団法人日本ライフメンター協会です。そこで日本ライフメンター協会公認のカウンセラーさんから毎回お悩み解決の事例をお話しいただき、皆さんの未来のために役立ててほしいと思います。今回は山岸カウンセラーです。どんな人に寄り添いたいかというよりも、多分皆さんそれぞれが真剣なお悩みで、それが傍から見て例えばおかしいって思うこともあるし、すごく自己中心的に見えるご相談ももちろんあるんですけれども、その方にとっては人生をかけたお悩みなわけで、やっぱりそこの部分にちゃんと自分が寄り添えるように、どの方にもきっちり力は足りないかもしれないけれども、最後にはやっぱり幸せな笑顔をもらいたいって、そこだけですね。岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、カズナ RC 治療院副院長の鈴木由美子でした。来週も八代亜紀さんと共に素敵な時間を過ごしたいと思います。お楽しみに。